ればよかった。いやまだ残ってます。まだ残ってる。暴力。めっちゃいい。明らかに最初より距離伸びてる。うん、本当に、はい。ちょっと測ってみます。ありがとうございます。はい、そうです。ありがとうございます。おお、ナイスショー。ナイスフェード。また追加で効果ね。追いバット。追いバット。上げてるしね。吹き流し見てください。もう立体でこっちピンピンでこっちになってます。確かに。やばい。やばい。帰ってきてる。危な。なんかカート道みたいな音しましたね。あ、出てきましたね。なんかすごい跳ねた。出てきた。めっちゃ跳ねたね。めっちゃ跳ねましたね。あ、もうめっちゃ先っぽに当たった気がする。これが一番伸びた方法みたいな。これをやったら僕重たくて硬いもの振るのと、うん、軽くて硬いもの振るのと、うん、硬くて、あ、柔らかくて軽いもの振るっていう、うん、その3つを実験したんだ。実験して、うん、結局全部やったら一番飛距離効率よく伸びるみたいな。全部やるの？全部やる。結局いろんなものを早く振る練習しないと。へえ。スピードって伸びにくいなって思う。どう？新しい。左すぐ OB です。2番で、バンカーでもいいからちょっと左にだけ行かないようにしたいです。ちょっとスイングが上当たっちゃってできなそうなんで、5番アイアンで刻みます。いい感じです。狙い通り。あー、うまくいった。距離ってやっぱりアドバンテージですけど、ね、そのスコアをまとめるってなるといろいろ組み合わせも大事ですから、一概に距離だけ伸ばせばいいっていうだけじゃないのが面白いですよね。でも飛距離は絶対アドバンテージです。僕飛距離でなかったら90か100ぐらい打つ。このコースはしっかり距離のある、都内からも近い、素晴らしいです。5番ウッドで打ちます。逆にね。逆に。そうそう、作戦です。作戦だったんだ。バンカーを避ける作戦かもしれない。そうそう体が反応しちゃって、やっぱ打つ瞬間にかっこよい。あ、これはっていう。いや、だとしたら天性の才能。ちょっと間違えない。あ、僕とさやかさん同じ場所だ。あれ、どっちがいるか勝負だね。お、言わなかった方が、なんだろう。土下座？絶対勝とう。え、本当にやりますか？え、人生で絶対これから先に二度とないチャンスだ。さやかさんからだ。さやかさん、はい。59で、うん、5ヤードぐらい遅れてた。64ぐらい。アプローチです。
そうですね、方向ってより距離でかかったですよね。60度で行きます。あ、バックスピン。バックスピンで大変です、さやかちゃん。ああもういいですか。大丈夫ですよ。その先輩にすいません、ありがとうございます。でもオーバーした時点でせざるを得ない状況なんで。でもつま先上がりだったんですね、うん、難しかった。後発でいきます。ちょっとスピンがかかりやすいので頑張って強く打ちたいです。あ、止まった？いい、純ちゃん。うまいよ。ナイス。ナイスです。いい？うん。やった。うまい。うん。うん、ナイスです。欲しいなと思って欲張っちゃった。出てましたね。出てました。あー、そこでフック。あー、しないんだ。大丈夫。スライスだった。左か、はい、左か。大丈夫。もっと。あー、もっと切れるや。切る。 OK です。はい、そんな見えないもんね。うん、難しいか、リンが。え、あ、すごい切れる。あ、これは OK ないよ。自分から、自ら自己申告です。ナイスです。ありがとうございます。なんかどんどんグリーン難しくなってる気がする。そうだよね、私も。読めなくない？読めない。なんかこんな切れそうじゃないのに切れるみたいな、うん、映像で伝わんないかも。確かに。グリーンの難しさ伝わんないように。ボギーかな。僕もボギーです。よし、167ヤードアゲンストですね。あれ違うな、嘘つきました。フォローです。これがマジで分からん。揚げかな。揚げっぽいですね。ちょっと一応、じゃあ7でいきます。あ、左から右だね、風が。乗りました。端っこに乗りました。右に結構左から右でしたですね、はい、7番ウッドで打ちます。いや、うまい。うまく。風は？やっぱ上げだ。左から右の上げです。結構いい当たりだった。うん、あれで3番打った。風がね、2番って上げました、ね、あ、マジで。じゃあ全然5番打ったじゃない。あれ、乗れ。乗りましたけど。乗れ。ナイス。ありがとう。はい、それやっておきます。ありがとう。
いい子だ。あ、焦らないように。刺さりました。56度です壊されてみんなこんなにやば全員うまいいけおおすごい切れるえちょっと待って止まんない止まんないナイスそれでも微妙に曲がったね今ゆうさん、パターうまいっすねなんか今日はいいみたいあ、今日はうんダメな時、ほんとダメすごい、うまい印象を持ってましたありがとうございますまあ、サイダーのおかげっていうところもありますなるほどはい